アンディ・ラウティンスことアンドリュー・ J ・ローティンスはカナダのプロバスケットボール選手。ニューヨーク州オノンダガ郡ジェームズビル出身。ポジションはシューティングガード。196センチメートル93キログラム。シラキウス大学からオファーを受けて進学したが、他にプロビデンス大学、セントボナベンチャー大学からもオファーを受けた。2005年。 バスケットボール U-21 世界選手権のカナダ代表として5試合に出場、平均9.4得点を挙げた。3位決定戦では11得点を挙げた。2007年、リオデジャネイロで行われたパンアメリカン競技大会では、チームトップの14.4得点、2.4アシストを挙げた。北京オリンピックバスケットボール世界最終予選のメンバーにも選ばれて、 全3試合に出場したが、チームは1勝2敗で、オリンピック出場は果たせなかった。2009年バスケットボール男子アメリカ選手権にも、出場、平均9.5得点、3.0アシストを上げ、チームは4位となった。その結果、カナダ代表は2010年バスケットボール世界選手権、出場権を獲得した。2010年の NBA ドラフト二巡38位で、 ニューヨークニックスに指名された。同年8月12日に2年契約を結んだ。11月9日のミルウォーキーバックス戦で NBA の公式試合に初出場、8分間の出場で3得点、1アシストを挙げた。2011年12月10日、3チームの間のトレードでダラス・マーベリックスに移籍したが、同年12月15日にマーベリックスより解雇された。 同年12月、スペインの CB ールセントムアリカンテと契約した。2012年9月12日、オクラホマ式サンダーと契約したが、10月27日にサンダーより解雇され、その後、NBA デベロップメントリーグのタルサシックスキシクサーズに加入した。2013年夏、シカゴブルズより NBA サマーリーグに出場した。2013年9月、 バスケットボールブンデスリーガのスカイライナーズフランクフルトと契約した。2014年8月23日、セリエ A のパラカネストロバレーゼと契約した。2015年8月10日、トルコのガズイアンテップバスケットボールと契約した。2017年9月22日、トロントラプターズとトレーニングキャンプに関する契約を結び、リーグ復帰を目指すことになったが、翌月7日に解雇された。 ありがとうございます。